イビザ・バスティッチは、クロアチア・スプリート出身のオーストリア代表の、元サッカー選手、サッカー指導者。愛称相棒。クロアチアで生まれ育つが、1991年から始まった内戦の混乱により、クロアチアを離れて、オーストリアに帰化し、代表に選出され活躍を見せた。オーストリア・ブンデスリーガの SK シュトゥルム・グラーツに、在籍時は、イビザ・オシムが指揮を取るチームの下で活躍。 ほぼ同時期に、同じクラブに所属していたマリオハースと共にプレー、チームのエースストライカーとして8年間訓練し、ゴールを量産、クラブの黄金時代を築いた。2002年からは、名古屋グランパスエイトに在籍、ウェズレーとツートップを組み活躍した。7月21日のガンバー大阪戦で、J リーグ初ゴール。2003年、最後のホームゲームとなった5月18日の、 ベガルタ仙台戦では終了間際の FK の場面でウェズレイが短く出したパスを受けて逆転ゴールを決め勝利に貢献。この試合の後にはヒーローインタビューを兼ねての即席でセレモニーも行い最後に選手たちの胴上げで優秀の美を飾った。2008年6月12日、ユーロ2008のポーランド戦でゴールを決めそれまでの記録を4歳上回る。 最年長記録ゴールを決となった。このゴールでオーストリアの同大会における史上初の勝ち点をもたらした。母国への帰還後も活躍を続けていたが、2009年5月18日、08から09シーズンをもって現役引退することが発表された。引退後はアマチュアレベルのチームを指導した後、 オーストリア3部に属する FK アウストリアウィーンのセカンドチーム監督に就任。2011年12月にはトップチームの監督に就任したものの、シーズン後に契約は延長されず、同クラブを退団した。オーストリア4部のクラブの監督を務めた後、オーストリア2部に降格した SV マッテルスブルクの監督に就任。2年目にリーグ優勝を決め、 オーストリア・ブンデスリーガへの再昇格を翌年にはリーグ残留を果たした。ありがとうございます。